はい、こんにちは、かくすけです。ギャラクティックアドベンチャーをやっていきます。そしてですね、はい、アドベンチャー新しく見つけたので、今回はこのたこ焼きプラネットっていうねアドベンチャーをやっていきます。で、この前までねアドベンチャーを自分で作ってたんで、これからは最初にアドベンチャーをして、そのアドベンチャーが終わったら、はい、アドベンチャーが終わったら作りよ、アドベンチャー作るのを続きを進めるという形でしばらくやっていこうと思います。はい、たこ焼きとしんみりすると思うお話。しんみりするんですね、たこ焼きプラネットっていう。なんかそんなしんみりするとは思えないんですけどね。楽しんでいきましょう。で、今回からですね、拡張パックを入れたんですよ。キュート&クリーピーっていうね。はい、冒険家のあなたは銀河をさまよっていたある日、奇妙な星を見つけた。興味を持ったあなたはその星に降りることにした。たこ焼きプラネットだそうですよ。たこ焼きング、たこ焼きングと話すだって。たこ焼きングなんているのか。うん。で、そのキュート&クリーピーっていうのを入れないとアドベンチャーがねやっぱできないのが多いらしくて、なので今回入れました。ですので、これからはかぶりがね減ると思います。そしてそれを、すごい、たこ焼きがいっぱいいる。たこ焼きん、あれがたこ焼きングですね。すごいこれクリーチャーなの。あ、顔がある。ちゃんと顔があるぞ。まつげがついてね。すごい。そ、うんで、そのね、キュート&クリーピーがないとできないっていうのは、こういうね、キャラクターにその部品がね、いっぱいあるんですよ。クリーチャー、今まで使えてた部品以上にいろんなものが使えるらしくなるんで、うん、実際作りたいですね、私もまた。はい、たこ焼きングとお話です。どうなってる。ちょっと話しかける方向を失敗した。たこ焼きングが邪魔なんですね。私はたこ焼きの王様、たこ焼きングミオ、この素晴らしい焼け具合を、ハリデルタコを、鮮やかな青のりを、素晴らしいですね。あなたは何をしにこの星に来た。我々は異星人を好まぬ。しかし、あなたが創造主様なら、創造主様なら話は別。我らは創造主様を知らない。うん。しかし、この先にある遺跡の中央の塔は創造主様を知っている。塔が知ってるんですね。行って確かめてこい。今夜の晩飯にするかについてはその後にする。私そんな、こんなところに顔が下にあったんですね。古代の爪楊枝を調べる。古代の爪楊枝還暦を調べる。面白いですね。たこ焼きですね、完全に。あっちからは、渡れそうですね。すごいな。この人たち動けるのかな。よいしょ、転がっていくんでしょうね。とりあえずその遺跡の奥の塔とやらに行ってみよう。晩飯にされるかどうかその後考えればいい。晩飯にはされたくないよ、自分。よいしょ。はい、行くぞ行くぞ。山を越えるぞ。うん。これからはね、どんどんね、日本語のアドベンチャーも出てくると思います。いやー、やっと原因がわかりましたよ。ちゃんとね、ちゃんとね、いろいろダウンロードしたのにどうしても被るなと思ってたら、どうやらね、日本語のアドベンチャーはこのキュート&クリーピーをね使ってるアドベンチャーが多いみたいでね。まあでも、せっかく入れたとなったらね、自分もいっぱい作りたいですよね、クリーチャーで。とりあえずね、スポアはパート40ぐらいまでしようかと思っています。お、爪楊枝ですよいかにも爪楊枝が見えてきましたよ。これ会話するボタンが出てますね。これ生きてるのか。あ、すごい。水、雨が降ってるよ。大丈夫なのかな、爪楊枝の周りだけど。
たこ焼きんがここに来たらあっという間にねびしょびしょになっちゃいますよね。よし、あ、すごい神聖な感じですよ。わあ、すごい。あ、これ管理機ですね。うん、爪楊枝管理してるのか。何かが刺さってるように見える。その先に何か装置がある。ピピピ、生体反応確認、敵意なし。あ、よかった。ようこそたこ焼きプラネットへ。あ、適当に押しちゃうの大丈夫かな。ふかしバリア解除、転送装置起動。あ、転送されるの。あ、え、 51% まで来たよ。で、爪楊枝も調べる。おお、爪楊枝だな。いかにも爪楊枝だ。どこかで見た気がする。うん、見たことある。あ、知ってるんだ、爪楊枝っていう存在。思い出したんだね。お、で、あ、どうやら晩ご飯にはならずに済んだらしいです。たこ焼きいっぱい転がってきたよ。はい、たこ焼きング、また話します。あ、顔が見えましたね、今度こそ。うわ、タコの触手出てますね、後ろに。頭についてるのは何だろうな。王冠か。塔が反応している。今まで何人もの異星人に試させたが、あなたが初めてだ。え、私が、あ、そうなんだ。あ、戻ってきたよ。え、私が作ったたこ焼きたちか、これは。あ、転送装置の準備が整った。わ、すっごいよ、こんなの見たことないよ。わ、すごい。あ、日記があるよ。え、誰が作ったんでしょうね。自分は書いた覚えないから、やっぱり他にいるんでしょうね、作った人が。うん、書物を調べる。こっちの方かな、これ登ったところかな。あ、そんなことないっぽい。でもあっちまで行けないから、一回登って回り道していくのかな。まずこっちね、ダッシュダッシュで。自分のアドベンチャーをどうするかですよ、今考えてるのはね。どうしようかな。卵アイランドですよね島じゃないけどね、卵村だっけ。うん、トウモロコシくんがちょっとねぼーっとした顔してるんでね、せっかくだから新しいクリーチャーを作って、あの離れに住んでる子をトウモロコシくんにして、ボスをねもうちょっとかっこいい見た目にしようかなとも思うんですよね。次あたりにクリーチャー作るか、新しく。でも先にね、またボスを変えるんなら、トウモロコシくんを場所を変えないといけませんね。今日はそれにしようかな。で、次回、うん、どっちだろう、次回クリーチャーを作るみたいな感じかな。お、あれ、ここから来たのかな。お、とりあえず向かう方向に行ってみましょうか。こっちから来たんですね。ということは、あ、あっちは違うところだ。じゃあ降りましょう、こっちから。ちゃんと着地できるかな。ちょっと離れてますよ。えいや、ほい、よし、いけたいけた。んで、あれあ、こっちから来たのかしまった。いやー、つながってるとは思わなんだ。こっちは、こっちから来た。あ、いや、ここっぽいですね。書物がありますよ。すっごい大きい本がありますね。じゃあ大きい人が作ったのかな、やっぱ。お、あ、あった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 。これはプレゼントがあるよ。あ、これ先に取っちゃいけないのかな。まず古代の書物を調べて、なんて書いてあるんでしょう。丸月末日、この星を発見した。三角日、この星で修行をすることにした。四角三角日、なかなか思うようなたこ焼きを作れない。なんでたこ焼きを作ろうとしたんだろう。四角月三角日、うまい、満足できるたこ焼きが完成した。四角日、今日からこの星たこ焼きプラネットの宣伝開始、人が集まればいいけど。バツバツ日、
人がこの星に集まってきた。いよいよ本格的なたこ焼き屋だ。この調子で行けば銀河で一番有名なたこ焼き屋になれる。バツガツ四角四角日。この星も随分有名になった。このたこ焼きのために銀河の遠くから来る人もいる。たこ焼きを作る甲斐があるってもんだ。さらにうまおいしいたこ焼き作りを目指す。じゃあここはたこ焼き屋さんなんですかね。たこ焼きは生きてるけど、たこ焼き売られちゃうのかな。三角月三角日、ついにこの星に集落ができた。近くの星の帝国がこの星に目をつけてやってきたのだ。私には今のまま客を集めてくれと言ってきた。どうやら客相手に商売をするつもりらしい。私一人の行動がいつの間にか星一つを栄えさせたのか、栄えさせたのだ。あー、これたこ焼き屋さんのなんか名門家部屋かな。あ、究極のたこ焼きレシピだよ。拾う。で、書物を調べる。まだ続くっぽいですね。うん。この星の名前はたこ焼きプラネット。私のたこ焼きが繁栄をこの星にもたらしたのだ。うわー、日、年。おう、年まで変わりましたね。何月何日。あれから数年、ついに完成した。銀河一のたこ焼きだ。たこ焼きキングかな。これでお客さんの最高の笑顔を見ることができる。あのたこ焼きは予想通りみんなの顔を微笑ませた。誰もが銀河一だと言ってくれる。毎日が楽しい。たこ焼き屋でよかった。この人どこ行ったんでしょう。うん。あ、日がひらがなになってる。すごい、ひらがな。今までが夢か、今が夢か。異星人の襲撃だ。そんな、奴らはなんて残酷なんだろう。私はこの日記とレシピをこの建物に残し、ロックをかけ戦場に向かう。もし誰かがこの日記を見たなら、そこのレシピを持って行ってくれ。そして銀河一のたこ焼きを作って皆を微笑ますんだ。たこ焼きで世界が平和になればいいのに。ねえ、戦争に行っちゃったのか。たこ焼きキングにさっきのことを知らせてレシピを渡そう。家に戻っているはず。じゃあたこ焼き員たちはただ作られただけなのかな、この人に。でも、ご主人様ってことですよね。それなら喜んでくれるのかな。よいしょ、あ、口のマークが書いてある。まあいいや、たこ焼きキングに渡す。たこ焼きキングと話す。戻れるのかな。転送装置ちゃんとまだ作動してるのかな。じゃあどうやって行けばいいんだろう。あそこから降りてきたのか今。多分左側から来たんですよね。じゃあこっちに行けばいいのかな。ほいほい。そっか。たこ焼きキング嬉しいのかな。自分たちがただ食べられる予定だったんですよね。だけど食べられなかったたこ焼きんたちがあそこに残っているみたいな感じかな。お、こっちの方ですね。また来てくれたらいいのに、たこ焼きキングたちから転がってきたんでしょうね、あの人たちは。そっか、さっきの本とかも見たことなかったし、このプレゼントも見たことがないから、これがキュート&クリーピーのオブジェクトだったりするのかな。それだったらやっぱね、使いたくなるでしょうね。こんな使いやすそうなオブジェクトがあるなんて。そっか、じゃあ私も使っていこうかな。でもね、せっかくね、じゃあクリーチャーも作らない方がいいってことになるけど、せっかくね、ギャラクティックアドベンチャーだけ買ってる人もいるわけだから、そういう人たちもできるようなアドベンチャーにしたいような気もするんですよね。どこ行った？たこ焼きキングたち。ここが爪楊枝。もうみんな帰っちゃったのかな、あっちの方に。焼かれてるところにね。うん、ぽいですね。じゃあ帰りましょう、あっちの方へ。ここ登った先だったっけ。確か降りてきた気がするんですよね、爪楊枝のところまでは。よいしょよいしょ。落ちたら大変だ。いよいよ、
よし、あっちの方って書いて、あ、まだだ。こっちの方かな、まだ。なんかこんなところあったっけ。え、気づかなかったよ。あ、でもこんな端っこあったような気がする。あっち？あっちの方ですね。おいしょ、おいしょ。あんなところになんか火みたいなのがボコボコやってるけど大丈夫かな。お、虹がありますよ。すっごいな。こういうのもなのかな。拡張パックのおかげなのかな。よし、こっちの方って書いてありますよ。あ、あそこかな。いたいたいた。よかったよかった。焼かれてる焼かれてる。じゃあこのたこ焼きたちはちっちゃいのかな。本当は自分もすっごいちっちゃいことになってるのかな。レシピを渡します。正面からね。はい、あ、まず話しかけからですね。あ、よく見えない。うん、私に何か用か。私じゃないんだよ。そう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 、日記のことなど遺跡であったことすべてを話した。そう、多分もう帰ってこないんですよ。創造主様、一度会って感謝をしたかったのに。そうですね。じゃあその通り作られたんですね。創造されたんですね。お、口こんな可愛かったのか。たこ焼きキングと、さあさよなら、この星のたこ焼きたち。ちょっと切ないですね、確かに。あ、プレゼント持ってる、かわいい。それがこのレシピか。わかった、預からせてもらう。遺跡の入り口開けておいてくれたのだな。これならいつでも日記を見に行ける。うん、自分で読んだ方がいいよ。創造主様に言う代わりにあなたに礼を言う。ありがとう。またいつか会おう。また来るよ。ぜひぜひ、またいつか会いましょう。これ青のりなんだ。このペタペタ頭についてるの、青のりには見えないんだけどな。でも確かにね、タコの触手は出てましたね、たこ焼きング。でもたこ焼きにはついてないように見えるけど、中にしっかり入ってるのかな。たこ焼きってタコが出てる方が良かったりするのかな。すっごい大きいタコが入ってますよっていう感じで。あー、かわいい、かわいいな。これ隠すけに合うじゃん、この宇宙船。くちばしもついててね。バイバイたこ焼きたち。うん、お別れだ。はい、楽しかったな。やっぱり文字が読めると楽しいですね。やったやった。これは経験値なんでしょう。低いだろうな。一体何が、できるのだろうか。そうだね。平和になるといいね、たこ焼きでね。早くあげたいな、レベル。はい、終了。ハリセンボンさんですね。面白かった。じゃあクポセンパ星に戻りましょう。あー、よかったよかった。これからはね、こんな風にいろんなアドベンチャーできるんでしょうね。はい、はい、どうも。この人も多分その拡張パック入ってるんですよ。なんかね、最近会う人が増えたんですよね。いや、さよなら。ということで、今回はアドベンチャーを作りましょう。残り時間5分ぐらいですかね。セーブでメインメニューへ戻る。はい。あー、スポアどうもね、喉が痛くなるんですよね。私が普段ちょっと裏声っぽい喋り方だから、動画でね、すごいしっかり話そうとしたらね。こっちですね。マイクリエーションの、これです。卵村の嫌な風習です。これを、まずトウモロコシくんの場所を動かすでしょ？あれ？あ、セーブしてなかった？ひょっとして。せっかく作ったのに。あれ？セーブしてなかった？したでしょう。あー、これ完了しちゃったのかな、セーブせずに。でもセーブしてるってことですよね、有効な館長って。ちょっと待てよ。
あれ残ってないのかな。うん、アドベンチャーの編集か。で、マイクリエーションのこれか。いけるかな。あ、大丈夫かな。あ、よかったよかった。あ、ちゃんとあるじゃん。何が消えちゃったのかな。まあいいか。じゃあこの人をトウモロコシくんにします。バイバイ、ごめんね。え、この人を、この人を消す、デリート。あ、オッケーオッケー。で、トウモロコシくんを、まあ、消しちゃった方が早いな。うん、なんか会話まで書いちゃってたからね。で、トウモロコシくんがここ。大きくしたりできないのかな。うん、できないな。あ、こ、あっち見てる。こっち、こっち。よし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 。で、この人は別に悪くないんですよ。縄張り、知性なし、中立、平和的、中立ぐらいにしとこうかな。で、セリフ、腹が減ったぞ。うん、そんなことないんだ。あ、ごめんね。あ、やっぱ、これ入ったままになってるのか。消して消して消して、普通にして、で、腹が減ったぞ。困ったもんだにしようかな。うん、はい。拾う、渡す、移動じゃなくて復活も違うもんな。ここにボスを置くでしょ。ここにトウモロコシくんがいるでしょ。なんかここまでのね、道のりが寂しいですよね。道、あ、なになに、こんなの、え、あれあ、あー、いろいろ建物が、ジャンパーがダメになってるじゃん。じゃあ他のもので代わりにされてるんだな、多分。あ、ほら、そう、自分で作ったのしたかったよ。え、できないのかな、なんでだろう。マイクリエーションでしょ。あれ、まあ、ビールでいいでしょう。はい。え、ジャンパーがいいのにな。なんでだろう。まあ、でも、受けましたよ。まあ、いっか、これも置いとこうか。せっかくだからね。これはジャンパーの場所だから、ここに置いて、まあ、ビール置こうか。で、こっちにも置いて、で、スタートがここ。じゃあね、もうちょっとね、ここら辺にも置いときましょうか。あ、向き揃えるのは面倒だな。で、ここから始まって、絶対にあっちには行けないようにしたいんだけどな。まあ、木とかを置いてね、こっちじゃないよっていうのをね、教えてあげましょう。ほい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 。あ、ちっちゃかったな、そういえばこれ。よいしょ。よしよし。あ、時間経つの早いよ。もうこんな時間？ちょっと待って。しばらく、しばらく、しばらく。こっちにも梅干し置いて、すごろく。んで、ビールでしょ？すごろく。オッケー。これで、ちゃんと道がわかるでしょう。効果が、これは別にいいな。うん。いいや。えい。じゃあ、パワーアップ。ああ、じゃあやっぱ、近いクリーチャーですね。ここまで、まあ、まあ、まあわかるでしょう、大体。じゃあ、はい。目標のテキスト。君誰？ああ、そう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 。強いのかい？この村、そうだそう、そうだ、嫌な風習があるんだ。はい。それは毎年一人村人を恐ろしい怪物に引き渡さなけ、引き渡す、渡すっていう、うん、風習
今日が今日がってなんだなんだ、今日がその引き渡す日なんだ日なんだ。君が引き渡されてくれないなかなかひどいひどい人ですね。で、なんてこった、この私が生贄だなんて。はい、オッケー。うん、ここを開業していきましょう。うん、オッケー。で、一つ目の目標が終了ですね。で、で、2章で、あー、誰かに話させましょう。この人ですね。じゃあ、君に、はい、話すでしょ？いや、君が、今年の、いけにえくんかい？いけにえ、うん、くんかい？どうしても。くん？オッケー。いけにえになる人は、必ず、あそこの、え、何があるんだろう？アイテム後で変えましょう。お、怪物に、ん？あ、アイテムを怪物に渡す必要があります。あるんだ。さあ、持っておき、ん？持って行きなさいな。さい、持っていきなさい。残念だったね運が悪かったね、悪かったね。まあ、君が強いんなら倒しちゃってもいいんだけ、あ、だけど、てんてんてん、オッケー。その怪物はそんなに強いのだろうか。よし、これでオッケー。ちょっと前回からね、結構時間が経って矛盾してると思うんですよ。1個目の、あ、違う、1章目の目標のテキスト、何か問題があるけど、うん、君って強いのかい？はい、まあ、いっか。うん、ちょっと、うん。まあ、いいんじゃない？別に、そこまで矛盾はなかったな。じゃあ、うん。これを書いたってことで、あ、プレゼント何か置かないといけないな。お、ランダム？うん、違うよ。動かない、そ、手持ちのオブジェクトですね。これの中の何にしましょう。うん、ステーキ、かっこいい卵、クリーチャーの像、コイン、コントローラー、ただの袋、松明、フェザー、フラスコ、ブラスター、ログ。どれにしようかな。普通の、うん。あ、多分大丈夫ですね。どれ使っても。贈り物、大量の黄色の宝石。大皿の卵にしましょう。なんとなく。はい。卵を、うん。ここに置いて、うん、いいんじゃない？そこのにしようかな、この人の会話を。
必ずそこの、そこの卵を、うん、目玉焼きを怪物に渡す必要があるんだ。オッケー、よし、じゃあ次回はクリーチャーを作ります。オッケー、うん、ちょっと待って、軽く、うん、卵くんと話すね。あ、よし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 、あ、卵くんならどれでもいいのか。うん、どうも。あ、かわいいじゃん。君誰？何か問題あるみたいで手伝えることはない？手伝えることか。君がもし強いのであれば、楽してほしい相手はいるんだけどね。君って強いのかい？いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。で、カクスケと話す。この人ジャンプもできないんですよね。で、そこにいるカクスケでしょ？いい天気だな。いいですね。いいですね。あ、かわいい。カクスケこんな。そっか、クリーチャーモードのカクスケだからか。全然ピヨピヨ言ってる。可愛いからいいけど、この村には嫌な風習があるんだ。それは毎年一人村人を恐ろしい怪物に引き渡すっていう風習。今日がその引き渡す日なんだ。君が引き渡されてくれない？よし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 、いいんじゃない。んで、あ、次目標をまだつけ、あ、トウモロコシくんと話す。頭痛いよ今日は。いいじゃんいいじゃん。あー、なかなか、こんな簡単に作れるもんなんですね。結構遠いな。いっ、ダッシュダッシュ。お、あったぞ。もうちょっとね、ここの道のりをね、豪華にしたいですね。困ったもんだ、うん。あ、この人は喋ってる。そっかそっか。あ、こんな装飾、装飾つけてるもんね。うん、君は今年の生贄くん。君になる人は必ずそこの山、目玉焼きを怪物に渡す必要があるんだ。そこに持っていきなさい。運が悪かったね。君は強いんだよ、倒しちゃってもいいけど。よし、いいじゃん。いいじゃん。いいじゃんいいじゃん。そして意外にボスが強くないっていう感じでいいんじゃない？うん、優しい感じでね。で、これをまずここにいるボスに渡して、うん、で戦いですね。オッケー、いいよいいよ。あ、テラフォームもできるんだ、知らなかった。じゃあここまでの道のりをもうちょっとね、色を変えましょうか。あ、でもビーチとかの色か。そっかそっか。うん。あ、じゃあ、これでやったら、もうちょっとね、適当に置いてくれるのかもしれませんね。そっか、次回これはしよう。天候はいいや。うん。これも、道路がある。道路も作りたいですね。まあ、とりあえずいいでしょう。はい、セーブします。上書きセーブ。まあ、いいでしょ？それじゃあ、今回はこれで終わりますね。次回もアドベンチャー作っ、ん？クリーチャー作っていきます。それではご視聴ありがとうございました。